さあ、 J リーグジャッジリプレイスタートです。今回も SNS で話題となったシーンを取り上げて議論していきます。ジャッジ解説は元国際審判員家本雅昭さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そして今回は J リーグ30周年を記念しまして、レジェンドお二人に来ていただきました。ラモス・ルイさん、津波聡さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ラモスさんは2度目のご出演ということになりますが、はい、いつお会いしてもお元気そうで、ありがとうございます、声かけてくれて、ね、ありがとうございます。もう本当にカメラが回る前からもうトークが盛り上がってましたけど、前回ですか、はい、もうあれ撮らなきゃダメでしたよ。あそこが面白いですね。津波さんは初めてのご出演となりますけれども、ね、はい、津波さん現在も監督をされてるんですよね。そうです、はい、ブリオベッカーのやつで、はい、昨日教えてもらいました。長くやられてますね。5年やってますね、はい、やっぱり現場がお好きなんですね。好きですね。まあまあまあ、あんまり会ってはいないと思いますけど。そうか。とか、いやだけど、まあ、その現場の温度とか空気とかね、はい、そういうのは好きですね、はい、はい。さて、先週末ですね、国立競技場で30周年記念スペシャルマッチと銘打たれた試合が行われました。5万6000人を超える大観衆が集まりましたけど、ラモスさん、最高の雰囲気でしたね。雰囲気もとっても良かったですね、はい、FC 東京の方からも、フロンタルのサポーターもすごいいい環境を作っていただきましたね、はい、でもその環境がこのすべきな記念すべきな試合が、選手たちが感じている選手たちが少なかったな気がしますね。それだけ残念で止まりません。なるほど。もっとパッションを感じたかったですか。まあ、感じたかった私は本当にそれ。津波さんいかがでしたか。いや、このナイターの雰囲気がさ、はい、昔の5月15日をね、はい、本当思い出してしまう、うん、緊張してやってたなっていうのを思い出してましたね。あの30年前の開幕戦、はい、津波さんどんなお気持ちでしたか。もう完全に地上から10センチぐらい浮いたような状態でプレーしてる、ふわふわした感じ。まあもちろんその今までのね、はい、不遇の時代だった、我々お客さん入んない時代からやってますか、ましたから、本当に、ありがたいっていう思いと感謝の思いと、そういうものがすごく入り混じって感激して泣きながらやってた感じでした、みんな、はい。ラモスさんからしたら、やっぱりやっとこういう時が来たかっていう感じでしたか。そうですね、本当に夢の夢のようでしたね。77年日本に来た時から、まさか日本がプロリーグできると正直な話思わなかったんですよ。川淵さん、木本さんはじめ叶えてくれたことはね、もう最高でしたし、はい、言葉でね、もう説明できないねぐらいね、うん、嬉しくてたまらなかったんですよ。この J リーグの30周年の歩みっていうのは、いろんな思いがあると思いますけれども、まあ、間違いなくそこに非常に大きく貢献されたお二方だと思いますので、まあ、当時とはただルールがまたサッカーっていろいろ変わってきているところがありますので、まあ、難しいものもたくさんあるんですけど、もう今日はこちらがお願いしなくても歯に気抜き性の発言がたくさん出るかと思いますけれども、もうお好きに喋っていただいて結構ですので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回取り上げるシーンはこちらです。週末に行われた J1 のゲームの中から3つの事象を選出しています。ではまずこちらのシーンから見ていきましょう。明治安田生命 J1 リーグ第13節 FC 東京対川崎フロンターレ、49分のシーンです。 FC 東京のコーナーキックの場面です。徳本の蹴ったボールを上福本が弾くと、このボールに中川と脇坂が駆け寄って接触したところでホイッスル。主審は脇坂のファウルを取って FC 東京にフリーキックを与えます。しかしこの場面で VAR が介入、主審がオンフィールドレビューを行うことに。リプレイで見ると脇坂の左足の裏が中川の左足に入っていました。そして主審は映像を確認した上でノーカードからレッドカードにジャッジ変更、脇坂を一発退場としましたが、果たしてこの判断は妥当だったのか、まずはこのシーンについて議論します。さて、ノーカードの判定から一転して VAR 介入から一発レッドに変わったというシーンです。まずいただいているご意見ちょっとご紹介します。確かに足の裏が中川選手の膝あたりに当たっているので、 VAR でリズメにされると納得いきます。ただ勢いはなかったですし、そもそもはノーカードの判定でした。もう少し印象でジャッジしても良いんじゃないかななんて思いました、というご意見なんですけれども、このシーンに関してまず津波さん、どう感じましたか。
僕はレッドは厳しいのかなっていう印象ですかね、うんはい、でその理由っていうのはまずこの脇坂はボールをこう蹴ろうとした意図があって届かない足がそのまま中川の端に入ってるっていう風な僕は印象なんですね。でもちろんこのシーンで止まってるところが見ると確かに足膝入ってますけど、実はサイドバック僕よくこのスライディングしたんですけど、相手が怪我するかどうか怪我しないかの瀬戸際っていうのは左足蹴られた足が地面にちゃんとついてるかついてないか、これ浮いてるわけですよ。浮いてる中のしかも足首じゃなくてももあのすねの外側ってのは筋肉バリバリある場所で、はい、そんな大きなダメージにならないわけですよ。で、あの骨折とかそういうふうな大怪我になる事象がやっぱ体調に値すると思うんですけど、うん、僕の場合はそういうことを含めて、はい、あと中川の方が外側に逃げていってる、うんうんうん、そうすると追っかけてる状態の脇坂と迎えに行って脇坂がガンって蹴るのとはだいぶ、はい、力が違うんですね、うん、そうするとこれはあのイエロー相当でいいんではないかというのが僕の判断だけど、これ例えば南米とかは普通にこの足出してきて蹴らして退場させるんですよ、はい、ここで脇坂は滑っちゃダメなんですよ絶対、ま、マリアーレンだったら我慢してじわじわついてるだけで OK なの、なんで滑ったかということはありますよ。じゃあ例えば南米とかだとそう罠にはまってしまうようなこともあるっていう、完全にもう今度スッて出してきますから、そして引かなきゃいけないですそういう人ですそういう人たくさんいるんで、ちょっとでも触ったらもうプッと倒れる人も私昔ストイコビッチにもうずっとこうやってガン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 やられてこうやって押し返してずっと我慢してたんですストイコビッチが、はいはい、そうすると次の瞬間ポッて触った瞬間パッと倒れられるPK です引かねえこいつみたいなでもそれが上手い人たちのあの人たちのプレーあるあるですね。なるほど、本当に罠にはめられたんですね、はい、だからこれはやっぱり逆に脇坂は覚えとかなきゃいけない、うん、滑んない方がいいと思います、ね、なるほど、届かないと思ったら、はい、ラモさんいかがですかこのシーン。私の中ではこれは退場だ、うん、これって言ってるしやっぱり怪我する可能性が十分ある、うん、勢はなかったわけじゃない、勢はある、私の中で私レフリーだったら退場、一発目退場、うん、なるほど、やっぱり意見が分かれますね、うん、我慢するべきだったらやっぱそう我慢するかも、そのままクッて行っちゃうかもみたいな、ね、疲れてたのにさ、相手は外逃げようとしてるのにそこはね無理して足出すことないんですよ、うん、もうちょっと勉強した方が良さかもそのまま、まあ、外側に相手が向かっている状態についていけばいいっていうことですか。私もついていけばいい、もうついてきたら問題にならなかったの、はい、ちなみにあの昔ヴェルディ の激しい時代ね、紅白戦とかものすごい大変なんですけど、はい、ラモスさん後ろからこうやってこういうふうにやったら、はい、そのままマンツーマンで疲れますから、はい、その後紅白戦でずっとマンツーマンやって石塚ずっと1試合中マンツーマン、紅白戦ですよずっとマンツーマンですよやってるんですよね、こんなやってきたらね、怖いですよ怖いですよ、ついトラップ写真がザーッと出ますから、それ紅白戦ですから、ね、練習が一番大変だったんじゃないですか、じゃあマジですよ、練習が本当一番怖かった、それでみんながたくましくなったんだ、確かに確かに、うん、もうそれはいろいろ覚えますよ、逃げ方が ね覚える、ね、やっちゃいけないことでやっていいことを体で覚えてます、パコンとこのシーンに関しては視聴者の皆さん、それからサポーターの皆さんの中でも結構意見が分かれていたように感じたんですが、アングル的に主審も副審も結構いいアングルにいるんですよね、はい、そもそもなんでこれが懲戒罰と感じなかったのかっていうのが一つですよね、勢いとか出し方っていうところで、でアングル副審からのアングルあるんですけど、それを見ると思いっきり入ってる、じゃあなんでここで少なくともイエローって言わなかったのかっていうのがちょっと大きなハテナで、ここでもし副審なり主審がイエローを出してたら、もしかするとVR は介入を躊躇する可能性があったのかな、僕はこれ 100% レッドカードと思わない、やっぱ勢いとかさっきいろんなことありましたけど、思わない 100% 思わない、思わないレッドカードとは思いますよ、はい、の部類に入ってるで、多くのレフェリーたちはこれはレッドカードと思う人もいるでしょう、はい、結果的にコンタクトあるし、接触した場面だけ見るとまあそうね、ポイントオブコンタクトはってなるんですが、うん、そこでやっぱりちょっといやらしくて、やっぱり流れ全体、それはもう VR 必ず、うん、コマ送りとかスローで見ると全体の流れを感じろ、だ最初にイエロー出しておけばイエローとか触った可能性がある、可能性があると個人的に思いますし、うんうんうん、僕はそこれはノーカードでその映像で見ちゃうと VR はこれは絶対に入ります、うん、そうだよね、絶対入ります、それ致し方ない、だから僕が言いたいのは VR 動向というよりかは現場でこれがなぜ拾えなのかっていう方が、はい、はいはい、で見れない状況でも絶対なかったんです、うん、っていうところが少しなんか残念というのが、ね、うーんって思うし、後ろから行ってるし、それでもちょっと荒っぽくなるゲームね、これ退場ならなかった、
ちょっとおかしくなるね。いや東京いいでしょうね絶対に。特に津波だったらもっとあんた言ってくる。僕はルールが変わったらそれに合わせるタイプですよ。昔は昔、今は違います。いやでもこれやっぱり意見が分かれるんでしょうね。分かりますね。ちなみにですね、この試合ちょっと比較したい、タックルがありまして、ちょっとそちらもご覧いただきたいと思います。これは75分のシーンなんですが、FC 東京の東選手が、川崎の大島選手にタックル。でこれも足の裏が入ってるんですよね。ただこちらはノーカードで終わりました。 VR の介入もなしで、結構こっちの方が勢いを持って足に行ってると思うんですよ。で先ほどのが退場だったらこれも退場なのかなと思うんですが、ラモスさんどうですかこちらは。私絶対退場。これ勢いもあるしが、はい、遅れていってるし、相手の足当たってる。でもレフリーがそれが失敗。さっきのプレイヤーがあれ退場だったら、はい、ここ迷わずに一発で出すべきだったんですよ。ラモスさんはこういうファールいっぱい現役時代やられてる。時代が時代さ。津波さんこのシーンはどうですか。こっちの方が僕は危ないかもしれないなって、もし足を踏ん張っちゃった時にターンとアキレス腱とか入ったら危ない感じしますけどね。まあ、うまくこう逃げた感じがちょっとあるんで、もう逃げ方がうまかったのかなと。そううまかったよ、足の、これは左足を大島選手が踏ん張るかどうかって、大島がやばいと思ってこう逃げてるんですよ、うまく。だからそれで助かったけど、下手な人だと大怪我する可能性がありますね。伊藤さん、こちらはノーカードでした。なんかさっきも言いましたけど、どうしたってやっぱ思っちゃいますよね。で勢い間違いにこっちもあります、はい、でそれほど、まあ、主審も副審も第4の審判員もこれが分からない状況にはいないポジション的にねって思うんですよね。で川崎からするとさっきのあれがノーカードレッドカードだったら、なんでじゃあこれ VR 入らないんだと、現場のレフェリー何やってんだって思いになると思うんですよ。実はこの翌日僕FC 東京に呼ばれて、練習試合ちょうど裏クラシコみたいなところに行ってきたんですよね。でまあアルベル監督とオニキさんとちょっといろんな最近の J リーグとか判定とかの話をしたんですよね。まあオニキさんがとか選手たちが言ってたのは、そのギャップが分かんない、あまりにもありすぎるっていうところと、最近 VR があることによってレフリーがその位置決定を避けてんじゃないのか、精度がその判定の精度とかそういうのが上がってるかというと下がってるように感じてる選手とかスタッフとかはたくさんいると思ってる。でも助かってる部分あるよ、 VR があるからみたいなところで結構なんとかなんないのかねって言われたので、僕には分かりませんって言ってました。まあでもこの試合いつも冷静で誠実な鬼木さんが珍しくどうしてっていうリアクションを結構されてたので、まあ、やっぱりそう感じるだろうなというふうに見てても思ったんですけど、ラモスさん、こういうやっぱり同じような事象でこっちはレッド、こっちはカードなしってなると、やっぱりちょっとフラストレーションたまりますよね。いや、たまりますよ。選手、監督だけじゃなくて選手たちもやっぱりなりますよ、やっぱり。そう、でも目の前だったのにさ、そこがね。あともう一つは、まあ、関係ないかもしれない、気になるのは、なんで最近は、ね、選手たちがレフリー触ったりするのね。ありますね。まあ、友達じゃないんだから、みんな言わないの、それ。ジェリーもおかしいな、それ。レフリーがね、やめてくれって。あと高校生でもたまに、ジェツリーとかさ、わけわかんない選手にレフリーにこうやってそうそうやってる。なんだそれ、勘弁してくれって。ただやっぱり、監督もやっぱり、まあ、彼もいつも冷静で、ここはせめて、はいね、切ろうじゃないかなと思ってるんですよ、全員が多分選手たちも、これだからうまくこれ大島も完全に来るなと思って逃げてるわけでしょ、そうそう、見てるでしょ、だからか、ね、これがうまいってことをちゃんと理解しないといけない、これ下手だとやばいですよ、これファールされるっていうことを感じて、もう感じて大怪我にならないようにちょっとだけ足出してくるっと回ってイエローにさせようとしてるわけで、大島 それもノーカードじゃちょっと大島的にはきつい、実際蹴られてるわけだし、大怪我ですよこれ実はみたいな思いがあると思うんですよね。はい、その辺の感覚っていうのはやっぱり遅れてきたの、東の、家元さんの判断としてはどうですか、両方イエローという、僕は両方イエロー、僕がもしレフリーだったら両方ともイエロー、脇のところは、はい、まあ、現場で少なくともイエローカードまず出してますよね、はい、VR じゃなくて、はい、でここもこう、もしくは仲間と共有しながらイエローカード、イエローイエローです、ただし、まあ、先ほどのこの1個前のところは、まあ、切り取られてみるとレッドカードっていう、もうレフリーはたくさんいるだろうなっていうことは理解します、でも
フットボールってなんかそういう、こう点だけじゃないじゃないですか。もっとこう流れとか全体で見て、はい、その全体のバランスが最近崩れてないかいっていうのが多分大貫さんの問いだったのかなっていう気はしますけどね。30年前に最初のイエローカード僕もらったんですけど、ね、30年後にあの記念マッチで脇坂から最初のレッドじゃないですか、はい、そうですよ、これ結構語り継がれるんですよ、ずっと言われるんですよ重いんだよ重いんだよこれ、はい、すごいな。でもわかりました。では次のシーンに行きましょう。明治安田生命 J1 リーグ第13節、鹿島アントラーズ対名古屋グランパス、12分のシーンです。鹿島のコーナーキックの場面です。樋口が蹴ったボールに鈴木、頭で合わせてゴールネットを揺らします。しかしここで VAR が介入、主審がオンフィールドレビューを行うことに。リプレイで見るとコーナーキックが蹴られる前に鈴木と稲垣が接触し、稲垣が倒れていました。主審はこの接触を確認し、ゴールを取り消し、鹿島のコーナーキックで再開するようジャッジしましたが、この判定は妥当だったのか。続いてはこのシーンについて議論します。さて、こちらのシーンに関してもちょっと興味深いご意見が届いてますので、まず紹介します。鈴木選手のゴールが取り消された場面はそもそもファールだったのでしょうか。またファールでの取り消しならフリーキックで再開ではないでしょうか。コーナーキックやり直しということはセットプレー開始の前の事象になるので VR の対象にならないのではないでしょうかという、まあ、いくつかのご指摘、面白いなと思ったんですけれども、うん、ちょっと分けて考えましょう。まず、この、まあ、ゴール取り消しのジャッジについて、これをファールとするかどうかというところなんですけれども、津波さんいかがでしょう。まあ、これはファール、ファール、まあ、バレちゃったなという感じですからファールですけど、はい、まあ本当に鈴木優真うまいね、うまい、うまいと思います。だってブロックっていうのは、まあ、まずこの上田をと稲垣はマンツーマンで、はい、その間に入ってブロックする役を練習とかでさしてるわけですよね、うん、はい、だけど普通の今の選手はこっち側向いちゃって一生懸命見つけて、こうやってブロックする選手もたくさんいる中、うんうん、俺をしっかり把握しながらお尻でポンってぶつかって倒すぐらいの技術で、その後ヘディングシュート決めてるんですよ、はい、とんでもない技術レベルですよね、うん、悪いけ ど, なるほど、ただファール見つかっちゃったからファールこれはしょうがない。ラボさん、これいかがですか。いや、まあ、同感、やっぱりファールですね、うん、まあ、彼も確認してるね、はい、長生き選手どこにいるのか、うん、まあ、確かにあのそのずり賢さが褒めてあげたいんだけど、バレてしまったことでやっぱいい選手ってのは一つのことだけじゃないよね、二、はい、つ三つできる、ね、うん、確かにこれはいい選手、やっぱりファールだと思います、うんうん、これでも津波さんおっしゃるように、この直後に自分でまあ、相手と頭ぶつかりながらも決めてるんですけど、うん、で直後にちょっと腫れてるんですよ、側頭部のところは。本当だ、それでも全然痛がらずに、なんかもう魂を感じますよね。魂もそうだけど、やっぱり技術的にそのいろんなことを完全にブロックしてシュートポジションに入ってヘディングシュートを決めていく、この3つの仕事を1つずつも大変なのに3つをバランスよく決めちゃうわけじゃないですか。これとんでもなくレベル高い人しかできないんですよ。ただ見つかっちゃったからアウトなんですけど、もう丸いしてあげたい本当これはぐらいね。これこそ世界に通じるプレーなんですよ実は。家元さん、まずファールかどうかについてはどうですか。まあ、致し方なしですよね。あと、まあ、ちょうど奥っていうのかな、串出しっていうか、なかなかレフェリーとして鈴木さんの接触とか行為を確認するのにはやっぱちょっとかなり不可能というか難しいって思うですかね。でもね、でもね、俺ちょっとそれちょっとレフェリー寂しいなと思うのは、はい、この場面っていうのは一番ヘディングの強いやつがマークされ、うん、一番そこにボールが行くわけですよ。上田関川がマンツーマンマークされて、その間にいる鈴木優馬が何をするって言ったらブロック狙ってしかないんだから、それをやっぱ感じてもらわないと困るんだよ、ね、いやほんまにそれすいません擁護しました他のところはあんま見なくていいと思います。そこだけ見ときゃいいんでファール、あとはそう僕はそう思うけどね。その通り、まあ、でもほら、はい、見ての通りこうちょうど隠れちゃうんですよね、名古屋の選手と、ね、その視線的に、あ、だから結構やっぱりこれは、はいはい、それはちょっとレフェリーの判断、はい、難しいかなって、難しいかもしれないですね、うん、ちょうど関川選手の背中で隠れちゃってる感じもありますね、はいはい、まあ、はい、目線から言うと見てるような感じますけど、逆に言うと鈴木優馬の方はこういうこっち向きのねブロックするとレフェリーに見合っちゃうからやってないわけですよ、はい、そう、うまいわ、うまいうまいのよ、だから審判を見なかったんだけど、レフェリーがしょうがなかったね、うん、あとはじゃあ他にこういうシーンで反則
全て取られてるのっていうと、うん、そうじゃないのも結構あったりするじゃないですか。だからその辺の、まあ、ギャップ、他とのバランスとかギャップに関して鹿島の選手たちが異を唱えたって感じですかね。逆に言うと稲垣はこれを感じてなきゃダメだと思います。あ、なるほど。このユーマの雰囲気をこうやってくんなと、うん、これを感じながらそこを当てて突っ込んでって、だから倒れちゃってるじゃないですか、はい、でも、はい、触れた時にポンって倒れたのが良かった。でも彼はね、うん、なんでどういうこと？だからパッと触っただけ、ちょっとだけ触っただけで倒れた方がファール取れるからね。そうそう、だからそこもちょっとかっこよかったけど、その前今津波打った通りにやっぱり感じなきゃダメですよね。うん、なるほど。でこれ結局 VAR が介入して取り消しとなったわけなんですけれども、 VAR が介入するタイミングとしてまだボールが蹴られる前に起きた事象ということで、それについては多分ほとんどの方がわからないと思うんですけど、例えばじゃあ乱暴の行為があったとしましょう、ボール蹴られる直前に、はいはい、それってどうなります、うん、まあ、ファウルですよね。でレッドカード出ますよね、はい、再開は、再開はフリーキックかな、フリーキックになります。まだコーナーキックを蹴られる前ですよ。でもフリーキックになる。ならない。蹴る前に大丈夫になってもう一回コーナーキックを蹴る。そう。って話になるんですよ。はい、なので、ここはまあ不要な反則なので、その懲戒罰、はい、イエローとかレッドに該当しない。うん、ただまあ皆さんおっしゃるように明確に反則というような事象がありましたが一つですよね。はい、でじゃあその、いつだったのっていう、そう、ボール蹴った後なのか、はいはい、蹴る前なのか。このケースは得点か否かが問われる話なので、はい、うん、ボールはゴールに入りました。ああ、でプロセスの中で、問題なければ OK、うん、で形上ゴナキックが蹴られる間は問題ないんですよね、はい、ただしその前の起点が十分反則と言えるものがあった、なので VAR はこれ見た方がいいんじゃないですか。だからフリーキックとしては罰せられないんですよ、はい、インプレーになってないから、はいはい、インプレーになってないからフリーキックなんか、これが懲戒罰になったら懲戒罰でやり直しなんですけど、これはインプレーになってないので、フリーキックにはならない。でも反則と言える行為がインプレーになる前にあったので、はい、得点は認められずにやり直しですよ、はい、でだからここの判断っていうんですかね、木村さんの、はい、まあ、プロセスというか判断のところは競技規則にのっとったあの適切なものだったと思いますかね。うん、要するにアウトオブプレーの状態でもVR が介入することは条件によってはできるっていうことですよね。得点退場とか出る、はい、PK とかそういうことです。何でもいいですよね。ではこの、まあ、介入からゴール取り消し、そして、再開方法がコーナーキックというのも全て正しいということですね。なので、まあ、ナイスジャッジといえばナイスジャッジですね。 VR もそうですし、まあ、現場のレフリーたちもそうですかね。蹴られた直後に当たってたら今度はファールになる、はい、そうそう、インプレーになった、そっからインプレーの後はフリーキック、はいはい、そうです、うん、では続いてのシーンに行きましょう。明治安田生命 J1 リーグ第13節浦和レッズ対ガンバ大阪、42分のシーンです。浦和がスローインからチャンスを迎える場面です。岩尾のスルーパスに抜け出した興梠が折り返しますが、福岡がブロック。興梠はハンドをアピールするも浦和のコーナーキックとなります。しかしここで VAR が介入、主審がオンフィールドレビューを行うことに。リプレイで見ると興梠のクロスは福岡の左足に当たった後左腕に当たっていました。そして主審は映像を確認した上でハンドにジャッジ変更、浦和に PK を与えましたが、ハンドの判定は妥当だったのか。続いてはこのシーンについて議論します。さて、こちらもツイッターからご紹介しますね。腕には当たっているけれどスライディングの一連の流れの中であって回避するのは難しいと思いますけど、いかがなものでしょうかという、ご意見です。さて、まあ、これも VR 介入でジャッジ変更となった事象なんですけど、津波さんいかがでしょう。まあ、そもそも今こういうシーンでハンドか否かって燃えてるじゃないですか、はい、まずディフェンス流せのルールっていうか、はい、まあ、そういう感覚は持ってます、はい、僕はもうこれはもう僕はハンドじゃないんですよ、うん、僕の中では、はい、そもそもディフェンダーはこのペナルティーエリアの中でハンドしたいとは絶対に思ってないわけね、うん、で当てようなんて全く思っていなくて、はい、スライディングタックルの場合で相手のキックのところに足をバランスよく上げるっていうのは手を開いてバランスを取らない限り難しいんです、うんうん、はい、これをもし後ろ手に取ったまま滑ったら関節、肘の関節、肩の関節痛めてしまいますから絶対に手は広げるんです、うんうん、でそこの部分はもう明らかに
あるわけで、はい、かわいそうなんで、うん、僕は絶対ハンドにしてほしくない、うん、ただハンドになるケースは多々見てます、うん、以上。まあちょっと今ルールが確かにこうディフェンス泣かせなものになっていってる結構あると思うんですけど、だったら全部当たったら変わりしてほしい、うんね、ハンドにしてほしい、うん、ラモスさんどうですかこのケースは。あのリース選手が後ろからあのマイナスのボールだったんですよね、はい、多分あそこで手当たらなかったら、はい、からそれは決められたかも可能性があるんですよね、リンセン選手の。リンセンが、はい、リンセンが難しいけど、わざとであそこでやっぱりスライディングしてるところで、うん、手出してるわけじゃないんだけどね、はい、ペナルティ取られるとちょっときついやん、このね。これがラモスさんはリンセン選手に手に当たらなかったら渡ってゴールになる可能性が高かったら仕方ないってことですか。そうそう、あの当たらなかったら多分リンセン選手にボール来てたんですよ、はいはい、マイナスのボール、クロスが届いてる、これ届いてるんですよ、はい、うん、そういう風に考えちゃうと私はピケ取れないです。取れない取れない、うん、ちょっと気の毒だっていう感じ。気の毒です、うん、タックル的にね、あれ一番アウトで行くでしょ、はい、左足のアウトで行くっていうことはこうちょっと角度がつま先に寝るわけですよ、はい、一番ボールが上がりやすいんです。もうこういう風に逆にこういう風にこっち側に向けてやらないとボール上がりやすいんですよ、ポポンって。だからそういうような技術的な問題としてはあるんですよ、うん、ただプロだよね。ここもう絶対もう専門家だから、ね、こう 2本並べてこうやってこっち側向きの方が絶対いい、はい、それは得意だったから。瀬波さんは結構スライディングの生き方ってこだわり持ってらっしゃいました、ね、僕はこだわり持ってました、ね、結構そこはすごい展開、はい、うん、これはまあ主審によってももしかすると意見が分かれる可能性もあるのかもしれませんが、確かに家元さん、まあ、ハンドで PK とするかどうかどうですか。今 そのレフリーサイドの競技規則の解釈でいうと、はい、まあ致し方なし、うん、ハンドの反則が、行われたって、見られるでしょうね。理由は意図って分かんないですから、本人に聞いてみないと、はい、なので意図っていうものが競技規則がなくなったっていう事実と、で一連の流れの中でどうだったかっていうところですね、ハンドの中で。で僕いつもこの番組で言いますけど、タックルはプレーというよりかはその身を投げる行為なので、もういろんな反則が起きるリスクがすごく抱えてるっていうのはそもそもあるんですよね、うん、っていうところと、競技規則には、まあ、いろんなところでこう手を大きくするような行為があった場合には、俺もハンドの反則と解釈されるリスクがあるってもう書かれてる。そうするとダブルでリスクを抱えた状況になってしまった、うん、なのでタックルでこの左手って当然とおっしゃいましたけど、僕もそれは、普通なナチュラルと思うんですけど、はい、今の競技規則の、まあ、文言と解釈からすると2つのリスクを負った結果、大きく上がってしまった手のところに当たって浦和の大きなアタッキングチャンスを、まあ、阻止してしまったっていうので、まあ、ハンドの反則って見られてしまうのかな。だからこれはプレーと見るのかリフレクションと見るのかっていうところもやっぱりあるっていう話ですかね。やっぱタックルは分かるんですけど、選手サイドはもうそこはもう理解するしかないですよね、リスクがあるっていう。だからこれでしかもこう左手ん右手かこっちの方にもし流れて当たっただったら、まあ、支える、まあ、支えて文句はなくなったんですけど、そっちの方がまだいやまあ当たったけどこれはっていう方は低いんですけど、ここはやっぱりもう明らかに大きくするって言えちゃうので、まあ致し方なしでしょうね。閉じてこうちょっと滑るってことですよね。そう、もっと低い位置とかにあって低い位置にして滑るってことですよね。肩の根元とかそうやったらまたあの違うと思うんですけど、これだけやっぱ大きく上がってしまうと、まあ、ほぼ多くのレフリーがこれ反応って、うん、理解していると思いますけどね。ちなみにですね、ちょっとじゃあ比較したいシーンがまたありますので、こちらもご覧いただきたいんですが、こちらはですね、柏対横浜 FC の67分のシーンです。林選手のクロスが片山選手の左腕に当たってハンドの判定で、こちらは脇腹に当たってから腕に当たっていました。でこれは主審は迷わず笛を吹いたんですが、あ、そうですね、これも津波さんどうですか、ね、最近はもう全部取られますね。確かに。かわいそうだな。もう心情が入っちゃうだけでも、まあまあルール的にはそうなんだろうね。でも足の上げ方も素晴らしいし、やっぱりこれも家元さんハンド取られても仕方がないと考える。これだけ上がるとね、致し方なし、その結果アタッキングチャンスを失われてるっていう事実があるので、まあここはハンドの反則と、今はレフェリー会はそう解釈してるってことをもう、多くの人が理解した方がいいのかなって気がしますけどね、うん、まあ、ですから家元さんがおっしゃるのはもうスライディングブロックに行く時点でリスクをちょっと抱えることになるっ
っていうことですよね。でましてこう上からの手の方がより見られてしまう、こう体を支えようとしている手はまあその広がるとかあるんですけど、うん、こっちはハンドの反則と判断されないことが多い。タックル最後するときって、ね、左足出すときは右足で最後踏み込むわけです、はいはい、右足で踏み込むときにはコッテが上がるわけ、上がりますよね、だからそのままなんだけど、そうそう、この上げないままだと飛べないんですよ。だからそれ結構きついんだよね。分かります。かわいそうだなって現役時代同じ質問しました、上の方に。人間の行動として確かに普通なんだけど、競技規則はそこは謳われてないと、解剖学をどうこうと謳ってないと、これがどういう状況なのかっていうことだけで判断しろって言われてるから、お前が言ってること分かるんだけど、もうそれをそう理解するしかないよって。白バイの警官みたい結局それを全部取られる、 PK に取られるって分かってるのに、今の選手たちがもうだいぶ前からそのルール変わってるのに、やっぱり滑らないでどうやって対応できるのか、みんな怒れてるから、読みが浅いから、でも怒れてるからスライディングで行ってるんですよね。でも今の海外で見てるとプレミアリーグにしてもさ、みんな立っていくんだもんね、あんまり滑らないんですよ。ペナンが得意、スライディングあまりしないんですよね。ペナルールに合わせてプレーを変えてるってことだよね、みんなが。だからもうそろそろ日本人の選手もそれちょっと付き合わなきゃいけないから、残念だけど、うん、そうなんです、付き合っていかないと、うん、プレーの制限になるんですけど、もうそう競技規則が歌ってて、レフェリーたちがそう判断する人たちがそう解釈してる以上、もうそこにその触れないようにするしかもうないですよね、はいはいはい、これをだからレフェリーが悪いっていうのは、レフェリーが濃く、だから結局、まあ、家元さんもおっしゃいましたけど、その今あるルールに合わせていかないと選手が損してしまうことがどうしても生まれてしまうっていうことですよね。結局ワールドカップでベスト4になりたいっていうね、とか優勝したいっていうふうに言ってて、ワールドカップでいろんな国のルール、じゃあルールは一緒なんだけどいろいろ癖があるじゃないですか、はい、そのまま本大会に持ってくるとやっぱりみんな罰せられてますもんね間違いイタリアとかこれすごいし全部こう今回出なかったけど、はい、まあ、それは本当に合わせていかなきゃいけないんじゃないかなと思います。まあ、皆さん気の毒だとは感じてらっしゃると思いますけれども、まあ、今のルール上ハンドを取られてしまっても仕方がないということですね。はい、わかりました。このコンテンツでは毎回視聴者の皆さんから取り上げてほしいシーンやテーマ、さらにナイスジャッジに関する事象をツイッターで募集しております。ハッシュタグジャッジリプレイで取り上げてとつけまして投稿してください。サッカーに関わる皆様へのリスペクトをぜひお忘れなくお願いいたします。今シーズンも J リーグジャッジリプレイ毎週火曜日の朝配信予定です。次回はですね、大久保嘉人さん、それからチョン・テセさん、お二方をお迎えします。ぜひお楽しみください。というわけで、まあ、今回はもうスーパーなレジェンドお二人で来ていただきました、うん、まずラモスさんいかがでしたか。いや毎回本当に、まあ、今回2回目読んでいただいてありがとうございます。いや勉強になりますね、はい、やっぱりサッカーいろんな感じ方が人それぞれあると思いますので、それをこう議論するのは面白いですよね。やっぱり逆に勉強になります。やっぱり自分だけ正しくと思ってないし、それぞれの意見をみんな聞いて、あと自分でね、自分で改善していくと、それはすごい大事なと思ってます。すごい勉強になります。ありがとうございました。津波さん初めてご出演いただきましたが、いかがでしたか。いや、いつも見させていただいて本当にいい番組だなと思って、はい、で本当にラモスさんと同じようにそのルールがどんどんアップデートされていくじゃないですか、うん、そのしっかりとした教育規則をちゃんと、ね、理解されている方からこうご指南をいただけるんで、はい、思いはもちろん入っちゃうんだけどやっぱちゃんとしたルールの中でね、しっかりと理解していかなきゃいけないな。でもこういう激論があることがね、すごく盛り上がっていくわけで大事だと思います。本当ですね。まあ、お二人のお話はあの番外編で何時間もお伺いしたいんですけれどね家元さん、今日のカメラが回る前のお話とかもっと聞きたいんですけれども、いやいやいや、多分この後も長いですよなのでぜひまたお二方ご出演してくださいね。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。というわけで、はい、今日は皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。